走り屋って負けず嫌いなやつが多いんだよ。走りのことになるとつい向きになっちまうんだ。地元でよそ者に負けることほど情けねえことってないからさ。それは走り屋の掟みたいなもんなんだ。あれ？あ、凌介さんは？うん、兄貴はとっくに帰ったよ。残ってんのは俺たちだけだ。もうすぐ夜明けですね。俺たちもぼちぼち引き上げるか。本気で飛ばすとついてこれねえかよ。まだまだだな、あいつらも。はあ、やっと来たか。うちのチームじゃない。 MR2 か180か。上等じゃねえか。オーナー2個も抜けりゃバックミラーから消してやるぜ。ちぎれないだろ。悪い夢でも見てるんだ。クソ、誰が。俺は赤城レッドサンズのナンバー2だぞ。こいつ先を知らないのか。この緩い右の後はきつい左だ。減速しないと谷底へ真っ逆さまだぞ。言わんこっちゃねえ。スピードが乗りすぎてるぜ。立て直して減速するスペースはもうねえ。